だけど、これどれぐらいの毒の強さか、皆さん知っていますかね。大体ですね、これ毒の強さで言うとですね、青酸カリの1000倍ぐらいの、それぐらいの毒の強さがあります。海の毒はテトロドキシンって言いましてですね、食べたものですね、貝とかそういうものを食べてお腹に蓄積して排出できなくてお腹に、溜まって、それがもう毒になっていくので、まあそういう感じですね。だからこれはもう、毒なんで、会社の方に持って行ってですね、保健所で決められた指定の場所のゴミ捨て場で捨てることになっております。